はい、最近ですね、TK のミュージック音楽ばっかり聴いているということでスタートしていきたいと思います。で、今日はねドライブ雑談でございます。ドライブ雑談、ドライブトークってね言おうと思ってるんですけれども、非常に言いにくいことにね最近、改めて思ってしまってですね、ドライブ雑談戻していきたいと思います。あっちから行けよかったな。ガソリンがないんですよ。ガソリン入れようと思ってさっき大丸に行ってまいりました。だから、H ジャングル with T なんかめっちゃ聞いてます。今ハマちゃんが大体30歳くらいでしょ。90何年でしたかねあれね、いわゆる90年代 TK ブームでございました。私たちの年齢はですね、僕のあのチャンネル結構年齢層高い方が多いんで懐かしいなって方も多分いらっしゃると思います。あとはだから他だったらさ誰いたっけ、篠原涼子、内田有紀、水木ありさ、あと安室ちゃんもそうだし、DOS、TRF、懐かしいっすよね、ほんとね。で、大体なんか耳に入ってくる音が、大体わかるみたいな、下手したら全然口ずさめるみたいなレベルなんですけれども、あの当時ってさ、めちゃくちゃこう、CD とかも売れる時代とかでさ、すごい人気でしたよね、TK のミュージック。なんかさ、なんか YouTube でなんかまとめてあるやつがあって、月に何枚出すの、年に何枚出すの、ミリオンヒット、トリプルミリオンとかさ、なんかさ、なんかダブルミリオンとかさ、なんかいろいろ言い方ありましたよね。200万枚、300万枚 CD が売れる時代ですよ。あの時代といえば。いや、すごいなとか思って。ほんとね、耳に入ってくる音楽大体ね分かっちゃうみたいな、あ知ってるな、口ずさめるなみたいなこともありましたよね。で、あのさ CD って言えばさ、今そんな、CD 見ないことはあれなんですけれども、昔さ8インチのさ、8インチっていうんですかね、こういう縦長の CD があって、あのジャケットがあって、そこになんかプラスチックがあるんですよ。それを折ってで、プラスチックの透明のケースに挟んで収納するタイプか、長いままで長いプラスチックのケースを買って収納するか、結構ね分かれましたよね。僕ね半々ぐらいにしました。半々ぐらいにしましたね。なんかよく買ってましたよね。買うのが当たり前の時代じゃないですか。結局ダウンロードもインターネットも何もない時代なので、買うのが当たり前の時代。 CD はね1枚1000円とかしてます。1000円ぐらいでしたかね。買うのが当たり前の時代。ああいう CD とかね、多分引っ越しのたびにね、どん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 処分していってなくなってんだろうな。これさ、どうやって行けばいい？いつものガソリンスタンドに。バイパス、赤だから、バイパス乗るまでもないんか、じゃあ。バイパス乗っても一緒か。こっからだったらもう一緒やね、それは。ガソリンがね、ないわけですよ。今から入れに行きたいと思います。ガソリンスタンドまでのしばしの、雑談でございますね。だいたいこの道通るのなんやかんやで、ここ入っていこうか。ここ入っていこうか。ここはでもすぐ降りなきゃいけないんじゃない？違ったっけ？あんまり途中で降りないからわかんないね。行き過ぎ？いや行き過ぎじゃないか。いや、すぐ降りられるわ多分。中から行ってもいいけれども、いやCD ですね、 CD ですね、 CD ね、ダウンロードも、便利は便利だけども CD ですよ、やっぱりね。 CD 世代ですから。あ、こっち行っちゃいいんだ。とりあえずこっち入っていいんだ。こっち入っていいんだね。あとさ、何、最近洋服なんですけれども、無地系がほんと増えてきて、で無地のアイテムで思ったのが、結構その枚数に関してはそんなに本当数買わない、買ってないなみたいな感じがあるんですよ。で去年とかだったら僕グラフィックプリントものの T シャツ結構多かったんで、気に入ったものがあったら当然ね、こういろいろ買ってたんですけども、そうしたら数がねかなり増えていくわけですよ。でもその何、ポロシャツとかも無地系のアイテムもいろいろ買ったから、結構ね数がたくさん買ってたような感じですよね。ただ今年は本当無地の T シャツが
ばっかりなので、まあ一部ね、プリンターのものの T シャツも着ますけれども、いや、無地の T シャツって、枚数的にも結構節約できるし、まあクローゼットもね、結構すっきり収納できるし、まあ金額としてもね、僕もそんな高いの買わないんで、ユニクロ U とか無印とかばっかりなんで、最近はね。金額的にも抑えられて、いや、この無地系のシンプルコーデ、いろんな意味で節約にもなるし、こう、部屋もすっきりするし、プラスメリット結構多いなと思っているんですよね。と言ってて、来年またね、グラフィックとか着てそうな気もするんですけど、僕のことなんで。まあ、とりあえず今年はね、無地のシンプルコーデで、かなりね、まあ、ハマってるというか、楽しんでいるような感じですね。本当に今もね、今日もね、レッドキャップのね、あのネイビーのパンツ履いてるんですけど、このさ、レッドキャップも出会ってしまって、これはね、いい出会い、ほんといい出会いすぎて、履きやすいし、長ズボンだけど暑くないですよね。まあ真夏の時期になったらまたちょっとわかんないけれども、とりあえず結構今のところめっちゃ快適なんですよ。めっちゃ快適すぎて履きやすすぎる。だからまあ秋に向けて多分黒買えますね。黒買うけれども、まあ季節的に言っても9月ってまだ暑いよね。まあ9月10月ぐらいに黒をおそらく追加購入しようかな。今年の秋冬は僕何色行くんだろう。やっぱ白黒にまた行くんかな。今の時期だからこうベージュとか結構気に入ってね着てるんですけれども、無印のこの T シャツがめっちゃいいですもんね。これがだから1490円か。めちゃくちゃ安いよね。ほんと着やすいですし、スッキリコーデにもバッチリだし、ほんとユニクロ U のさ1000円の T シャツとかめちゃくちゃコスパいいですよね。僕ら若い時全然なかったわけじゃないですか。ユニクロって言っても5、6年、4、5年前始まったばっかりじゃないですか。ほんとね、昔めちゃくちゃ散財してましたよね。ていうか、やっぱ安かろう悪かろうだった時代じゃないですか、昔ってね。まあ中には当然いいものもあったと思うんですけどね、価格がね、低価格で。基本的になんかメーカーもんばっかりとか買ってたんですよ。まあ例えばさ、最近でもね、アニエス・ベイの服がまたちょっと気になってる。多分前からも言ってるんですけれども、ほんとなんかね、ゴリゴリの感じで着たいんですよね。僕昔好きだったのが、アニエス・ベイのセットアップで、言っても二十歳ぐらいですけどね、ちょっとこう大人っぽい服装したくて、二十歳ぐらいの時だったと思うんですけれども、アニエス・ベイのセットアップ、しかもね、素材がまあスーツ素材っていうより、コットンジャケットみたいな感じ、コットンのセットアップ着て、で、中に白黒のそれこそボーダー、ザ・アニエス・ベイのボーダーみたいな感じで着てさ、足元がエーグルのブーツとか、あとコンバースのオールスターとかさ、あとカンペールとかさ履いてましたね。でもそういう風に考えたら、あの時って結構パターンコーデしてたなぁ。まあ一点一点高いじゃないですか、アニエス・ベイとかだったら。当時でも今結構高、もっと高いかな。そんな数買えなかったから、二十歳ぐらいとかそれぐらいだったから、結構だからやっぱモノトーンコーデってほんと節約、いや究極モノトーンだな、そう考えたらって思ってるんですよ。究極モノトーンコーデで節約でもすっきりシンプルコーデ、満足度高いみたいな、なんか行き着くところはモノトーンかな、最終的に。どうだろうか、こうね、いろいろこういう風にね、こう日々いろいろこう考えてるのが楽しい。考えてるのが楽しい。ビートルすれちゃった。いろいろ考えてるのが楽しいわけですよ。ストリートとかでも、まあ、グッドイナフとかヘッドポータープラスとかもそうだけども、あとデビロックとかサイクルとか、なんかそのあたりの、ね、メーカーもね着てましたよね。なんかいろいろメーカーありましたよね、あの頃だから。何なんだっけ、裏原じゃなくてドメス系のブランドでコラボものが出たらなみたいな感じでいろいろ話したりもしてましたよね。ドメスブランド、いや本当全盛期というか、まあ今とこの位置づけがドメスに関しては違ったりするのかな。僕らはなんかストリートとかそういったような感じのイメージはあるけどね。サイクルとか結構好きでしたもん。まあ、サイクルも結構シンプルはシンプルだったけどな。という
ということで、あ、赤になった。ということでガソリンスタンド時期つきます。やっぱりね、洋服はまあそのブランド云々とか、ブランドがないからとかどうこうじゃなくて、やっぱりこうね、本当選択肢増えましたよね。いや本当選択肢いろいろ増えて、それぞれのこうニーズに合った服を選べる時代、それって本当最高だなっていう風にね、つくづく、あ、今日アップルウォッチじゃないじゃん、つくづく思ってるんですけれども、まあまあそんな感じでですね、いろいろ洋服もそうだしね、あの最近 TK の音楽もいろいろ聴いてるし、服は本当シンプル系が増えてきたから、なんかいろいろこう、まあ、別のものにねこう使ったりもできるし、ね、あのなんかいい方向に向いてきているような、最近の私のシンプルコーディネート、無印ユニクロ U フル活用、 GU とか最近着てないな、なんかいいものがあったら欲しいなと思うんですけれどもですね。ということで、無事ガソリンスタンドに着きました。満タンはね僕は入れません。あの車両重たくなって、ね、燃費悪くなっちゃうような気がするし、ね、まあ、そんな感じで今日のドライブ雑談終わりにしたいと思います。今日はアプローチがないので、あ、そうだ、 iPhone で生産できるじゃん。ということで、今日のドライブ雑談終わりにしたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。